LA に着きました。ラックス空港で乗り換え、それからマウンに入る前にタコスとサラダ、乾杯。おいしそう。これタコ、フィッシュタコス。それと違う、サラダ。マウイに着きました。ダブリン空港。お疲れ。お疲れ。すごいあったかい。いきなりとこ夏。ニューヨークの極寒から。マイナスの力。そう、これからレンタカーをピックして、行きます。さあ、部屋に着きました。なんと着いたら、お疲れ。ギフトが届ける。なんか書いてあるよ。ほら、チャコ。わー、チャコ欲しいんだって。見たい。わー、食料。重たい。はい。わー、見て。枕。枕？わあ、ビーチサイドしかない。ゴザか、ゴザ。ゴザか。ゴザになって枕でもなる。お、お部屋はこんな感じ。大きなベッドがついて。外はビーチが見えるはずだけど暗くて見えない。今は。え、バッグもついてる。広い。おはようございます。すごい。すごい景色です。ほら、ビーチの目の前、綺麗な海、下にはプールもある。あ、レストランもあるね。はい、起きました。僕はまあまあ元気です。ちゃこちゃんがちょっと疲れてお腹痛くなってるので、今本当に果物だけ用意しました。どうした？お腹胃が痛いけど海で癒されました。海で癒された。うん、粉コーヒー。これどう？美味しい。大好きじゃん、粉コーヒー。粉コーヒーなんかフレーバー入ってる。バニラフレーバー入ってる。おいしい。懐かしい。なんかハワイ来た感じする、このコーヒー飲むと。そう、海ってことでしょ。さあ、泊まってるホテルの下にあるレストランです。まあ、ひまひのサンドイッチ、美味しそうだね。バニーとのミーティング終えました。ジープ乗って帰ります。いかがでしたか？疲れました。疲れた？なくしたですね。前、自分の結婚式の、自分の結婚式のコーディネートをしてくれる人に負けてたっていう。でも、立てられた？負けてられた。みたいな感じじゃない。ああ、ああ、ああ。さあ、教会に着きました。マカオユニオン教会です。ものすごく綺麗。すんごい綺麗なスタンドグラス。こっち向いて。なんでこんな。かわいいよ。こんな感じ。かわいいって言えば許される。いや、目は結構。かわいい。さあ、これ、タヒちゃんパーマ。結婚式前日の花嫁の実態はこんな感じ。いいじゃん、それ、いいじゃん。実際こんな感じです。明日すごいことになるよ。だって、なんつったってね、このメッセージカード書いてるからね、みんなにこう一枚一枚。結構大変、時間かかる。でも楽しいんだけど。このドレスがすごい。もう今夜中の1時過ぎ。明日5時半起きかな。コーチャームじゃねえ、なんてっけ、ウェディングフェイバーってのかな。自家製のあれです。バニラ、タヒチアンバニラビーンズをバーボンに入れて、ジャコちゃんがラベルを作ってくれて、これを袋詰めしてます。
限界です。めちゃめちゃ疲れてます。でも頑張ります。